海カ,カメルマが、す、と意識が通り、願いが叶う、量子トンネル効果、2018年6月30日。おはようございます。一般社団法人、海海 GPE、グローバルピースエデュケーション、村松大輔です。本日も、お聞きくださっている皆さんが、最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、 開花より応援しています。本日の開花メッセージ。す、と意識が通り。願いが叶う、量子トンネル効果。どんどんポンポン成功していく人。ものすごく努力しているのに、足元救われたり、体壊したり、家庭も緊急状態の人。何が違うのでしょうか。面白い現象があります。量子トンネル効果。例えば、 サッカーボールを転がしていて、腰くらいの高さの小山があったとしたら、かなり強く切らないと、小山の向こう側へ行きませんよね。小山を越えるための力を100とすると、80で蹴っても、小山を越えずに自分のところに戻ってきます。120で蹴れば、小山の向こう側へ、サッカーボールが転がりますよね。でも、素粒子は本当に、まか不思議な動きをして、だから、 目に見えなないい世界は予想でできこことが起こるんです何が起こるかというと100の小山の向こうへ届けるのに50で蹴っても小山の向こうへひょいと素粒子ボールが行っている小山にトンネルができちゃって山を越えなくても向こう側へ行っているイメージですそれゆえに量子トンネル効果と言いますこれが起こるのはどういう時か 構成粒子の波動的性質が山や谷を一致させてコーヒーレントを起こしている時です。私たちが壁をすり抜けられないのは私たちを構成している素粒子がしっちゃかめっちゃかな方向へ波が向いていて山も谷も全部ずれているので向こうにすり抜けられません。つまり山を越えずにすり抜けて向こう側へ行くためには素粒子の波動状態を揃える。 ことですこれ実はあなたの体の中で行われているんです。えっすり抜けてるあいやいやわずかな力で反応が進んでいるものです。ご飯を食べたら消化する。いらないものを分けて排泄物にする。お肉を作る。なので現在もあなたの体内でご活躍中の酵素この子たちはなん。と 内の粒子は無秩序に騒いでおらず、一糸乱れぬダンスを踊っている。量子力学で生命の謎を解く、ジム・アル・カリーリ、ジョン・ジョー・マクファーデン・チョ、SB ・クリエイティブ、この本は難しいです。どういうことかというと、豚肉やサンマを目の前に置いていても、ただ腐るだけで、まさかあなたの分身にはなりません。豚肉からあなたの腎臓や皮膚を 作れませんでも酵素は36度で数時間で作ってくれます。思いっきり強く切らないとボールが向こうに行かない相当ものすごい熱や時間をかけないとお肉を変化させることができないのに酵素君はほんのちょっとの力でわずかな時間でやってくれるんですね。話戻します。どんどんんポポンポン成功していく人 ものすごく努力しているのに、足元すくわれたり、体壊したり、家庭も貧窮状態の人。その違いは、その人の意識の波が揃っているかどうか。です。何それ、ムカつく、あの人ずるい、ストレス発散に、なんとなくテレビ見てる、怒ったら子供に発散して終わり、私これだけつらいのよ。これは波がぐちゃぐちゃです。もう、それは。 終わりにしましまょうご自身の人生はご自身が作ります。あの人のせいで。と思い続けていて自分の人生をぐちゃぐちゃで波が整っていない状態にしたらもったいないですよね。今現在昭和初期よりも明治時代よりもずっと平和になってきています。敵を倒すという集合意識はなくなっています。どうやったら仲良くできるか どうやったら怒りを抑えて自分の気持ちを伝えられるか。企業規模でも研修をしています。つまり、あなたの場合には平和、調和波動がたくさん広がっています。つまり、地球規模で意識が高まっています。依イ頼ラ,イラよりも、幸せ、ありがとう。の方へ意識を合わせやすくなっています。あ、もういいや。私の人生をスッ と意識が整った状態で幸せなパラレルワールドで進めていこうと決めた途端に意識が整います体が重い感じがするときはあなたの体の素粒子の波が乱れているときです体が軽やかな感じのときは揃っているとき振動数が高くスッと意識が通るときです私自身スッと意識を通す状態に整えているのが 仏壇や神棚へお祈り、りと、社ありががうの言葉がけです。いよいよ体が重くなった時実は妻にクリスタルボールをしてもらっていますクリスタルボールとは水晶を2,000度くらいに溶かしてコップのような形にしているものでそれを皮の棒で音を鳴らしています水晶とは正常な振動数として有名な物質です 例えば人工衛星の中にも水晶振動子というチップを入れてアメリカからの BS 放送の波を正常に日本に運んでいます。クォーツ時計というのは水晶に電圧を加えて出てくる正常な振動を拾って時計にしています。この波を肉体の素粒子レベルへ入れて正常な整った状態にしています。すると「す」と意識が整うので。 自分が何がやりたいかという意識を簡単に拾えたり、夫婦関係がスッと整ったりします。おそらく、量子トンネル効果が起こりやすくなる状態です。ちょっとの力ですっと動く状態です。ちなみに、クリスタルボールは増幅器でもあるので、走者の意識を増幅させます。仮にクリスタルボール奏者が、 イライラして演奏すると、そのイライラを増幅するので、クリスタルボールを聞いたら気持ち悪くなったという方がいらっしゃいますが、それは奏者の意識を拾っていることもあります。私は他の方のクリスタルボールを聞いたことがないのですが、妻、カレンのものは私のお仲間が何人も受けてくださっていますが、個人セッションの場合、3回、4回でものすごく整います。 7月21日土曜日7月25日水曜日どちらも13時30分から15時30分開花東京オフィスにて「カレンのクリスタルボール」開催です詳細はメルマガ本文中のリンクをご参照ください意識を整えて素敵な人生を想像していきましょういつも最後までお聴きくださりありがとうございます では、お聞きくださっている皆さんにとって素晴らしい一日となりますように。